本日はお忙しい中、お招きいただきありがとうございます。そううやうやしくしてもらう必要はない。王とは名ばかり、こんな小国では無用の存在なのだからな。などと言うと必ず臣下の者に小言を聞かされるのだが、アウリスのような小国など誰も見向きもせん。そうでなくとも周囲には隙あらばこの国を自国のものになどと伺っている。他国の存在もない。することといえば書類に判を押すくらいのもので暇を持て余していてな。こうして尋ねてもらえるとちょうどよい暇つぶしになる。おうよ、それくらいにしておくがよい。進化の者が気が気でないという素振りを見せておるぞ。うん、これ以上小言を聞かされるのは耐えられんからな。ご忠告しかと受けたまわった。で、北に向かいたいのだったな。はい、私たちはミュランの洞窟へ行かなければならないんです。ミュランの洞窟ということはトラロカンの許可がなければ入れんぞ。そいつは向こうに行ってから話し合ってみるさ。ことがことだからな。嫌とは言わぬだろうが、貴殿らも承知の通り、北への唯一の道は魔物によって塞がれている。文字通りギルガゼヨンという天然の要塞によってな。だからこそこうしてラインバック王を頼らせていただきました。ラインバック王であらせられればパラミナス湖を横断する術をお持ちなのではないでしょうか。無論あるにはある。湖を横断できる船がな。ただ誰でも彼でもというのでは困るのでな。審査や何やらで簡単には乗れないようにしてある。というよりもともと物資を運ぶために用意した船ゆえ、人を運ぶのには適していないというのが正しいのだが。それでもいいさ、この際文句は言ってられないだろう。ならば船の手配はしておこう。それとリオン・レンダスのマーサ王への書状だ。貴殿らをよしなにとな。何から何までお心遣い感謝いたします。気にすることはない。ガンツと言ったな。貴殿らグリアーズには世話になっているからな。その礼だ。ならば俺も町の奴らにはアウリスの王には世話になったと伝えておこう。そうしてもらえるとありがたい。お互い持ちつ持たれつだからな。それにその書状には貴殿らのことだけをしたためているわけではない。ギルガゼヨンができてからというもの、北と行き来できるのは我がアウリスだけとなり、それはそれで良いこともあるのだが、そうもろ手を挙げて喜んでばかりもいられない状況になりつつある。ガンツ殿も聞き及んでいるだろうが、マグナバルデの魔物どもの動きが活発になっている。その動きに呼応して各地にある他の砦、中でもとりわけギルガゼヨンに大きな動きが見られる。それは俺も聞いている。
最近では奴らの姿をトゥランの周辺でもよく見かけるからな。俺たちは戦いの術も心得ている。一人で出歩くようなことがなければあんな奴らにやられはしないが。とにかく奴らの動きが気になる。ついでと言っては申し訳ないが、マーサ王に北のことを聞いておきたくてな。わかりました。この書状は必ずお届けします。よろしく頼む。死ぬ覚悟はできているな。するぞ。ここはビシッと決めときますか。わしのためにしっかり働いてもらうとするかのう。
取ってもらってばかりじゃダメ。サクッと終わらせるか。死ぬ覚悟はできているな。ここはビシッと決めときますか。私にだってできるんだから。サクッと終わらせるか。死ぬ覚悟はで、お任せください。プラムにもできますわ。これ以上持てたらまずいでしょ。この程度では足りぬの。ぼちぼち始めますか。お任せください。プラムにもできますわ。ここはビシッと決めときますか。さて、楽しませてもらおうか。守ってもらってばかりじゃダメ。命が惜しくば、のくがよい。お任せください。プラムにもできます。
覚悟はいいな。たまにはいいとこ見せないとな。私にだってできるんだから。死ぬ覚悟はでき。たまにはいいとこ見せないとな。終わらせるぞ。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。ぼちぼちは。お任せください。プラムにもできますわ。ここはビシッと決めときますか。確かにラインバック王からの書状はお預かりしました。こちらの状況はどうなっているのだ。あまり芳しくありません。幸い我が国はアウリスと国交があります。パラミナス湖を介して物資の運搬も可能なので。現状陸路が利用できないからといって困窮するようなことはありません。ですがギルガゼオンで陸路を封鎖されているため、アウリス以外南からの支援は一切望めません。そうであるのにギルガゼオンには次々と魔物や物資が運ばれ続け、その脅威は日ごとに増しています。ならば王よ、今こそ立ち上がるべきではないか。俺たちも奴らを苦々しく思っている。この辺で手を打つ必要があるともな。アウリスの王だって話せば手を貸してくれるだろう。これまでギルガゼオンに対して軍を派遣しようと思ったこともあります。ですがリオン・レンダスだけで立ち向かうには相手が悪すぎます。そのためこれまでは手出しできずにいたのですが、機は熟しました。トラロカンのミダス殿からも色よき返答をいただきました。近々ギルガゼオンに向けて挙兵するつもりです。だったらその前にこっちの仕事を片付けておくか。早くしないと許可をもらうどころじゃなくなるもんね。あなた方はトラロカンに向かわれるのでしたね。
そう、ミュランの洞窟に用事があってね。ほんと今から楽しみ。実はそのことなのですが、トラロカンへ向かうには峡谷を越えねばなりません。北東には銀ヌンガ峡谷が、北西にはエウアバール・シバンという二大峡谷があります。どちらも険しい道のりであり、さらに近頃ではエウアバール・シバンに賊が現れるようになったとミダス殿から伺っています。一方の銀ヌンガ峡谷もモンスターが数多く生息しています。そして道の険しさだけで言えば、銀ヌンガ峡谷の方が厳しいものになります。どちらを進んだ方がいいというわけでもなさそうだな。うちはどっちにも行ってみたいな。人跡未踏の地を踏破する、それが冒険の醍醐味ってもんだし。どちらもその険しさでは劣りません。そしてどちらがいいとも言えません。強いて言うならエウアバール・シバンの方が開けた場所もあり進みやすいのですが、先ほど言いましたように今は賊が現れますので。賊と出会うことを覚悟で少しでも楽な道を進むか、それとも人跡未踏の地を進むか。さて大将、どちらにする？いざとなったらうちの第六感で。いや、そいつは勘弁してくれ。だよね。北に進めばいつかトラロカンに出るだろう。ったく、なんでそう単純な発想しかできないんだ。シンプルと言ってもらいたいな。複雑に考えすぎるよりはまだしも良い。賊がどれほどの規模なのかわからない以上、そちらに向かうのは得策ではない。多少危険であっても銀ヌンガ峡谷を進むべきだろう。途中補給できる場所もなさそうだし、準備だけは怠らずにしておかないとな。そうそう、しっかりとした準備をする、これ冒険の鉄則。それでは姉様、買い出しに参りましょう。